そろそろ集まってくれたかな。お、久しぶりの配信になったのに結構集まりいいね。忘れられたかと思ってた。みんなこんばんは。本当に俺のこと忘れてなかった覚えててくれてありがとう。いや、俺が活動始めてからこんなに休んだのって初めてじゃん。俺のことなんか忘れて新しい推し見つけて通知出しても誰も集まんないと思ってた。マジで来てくれてありがとう。と、長い間待たしちゃってごめんなさい。お詫びと言っちゃなんだけど、重大発表がこの後あるからね。いや、重大発表は重大発表だよ。きっとみんなびっくりすると思う。なんだろうね。予想してみて。おー、歌ってみた。新作七五動画。あ、24時間配信。まあ、どれもこれも今までやったことあるものばっかだから、あんまり重大っぽくなくない?お、顔出し配信。オリジナル曲の発表、リアルオフ会。あ、すごい重大っぽいじゃん。あ、でも、正解かどうかは後のお楽しみ。もう少しドキドキしながら待ってて。うわっ、びっくりした。あ、ごめんね、大きい声出して。うちの猫が防音室の中に入り込んできててさ、扉閉めてたはずなんだけどな。あー、言ってなかったっけ、配信お休みしてる間に猫飼い始めたんだ。ちょっと人見知りで心開いてくれるまでは時間かかったんだけど、心開いてからすっごい甘えん坊になっちゃって、動物飼うの初めてだから甘やかしすぎちゃったかなと。外に出してくるから始まったばっかだけど一旦ミュートします。ねえ、どういうつもり。配信するから入ってこないでって言ったよね。配信終わるまではボーン室の外で待ってて。彼女いるってバレたくないんだよ。リスナーの中には俺にリアコしてる子もいるみたいで、そういう子に彼女いるってバレたら何されるかわかんないんだよ。誹謗中傷だけで済んだらまだマシな方。家特定されてストーカーされるケースもあるって聞いたことあるし、もしそうなったら最悪事件に発展するかもしれないよ。刺されたりとかしたら嫌でしょ。だったら終わるまで待ってて。なんで今日に限ってわがまま言うかな。ねえ、もう、わかった。中にいていいけど、絶対に配信の邪魔しないで。いい?約束だよ。ただいま。待たしちゃってごめんね。猫なんだけどね。外に出ててってお願いしたんだけど、出てくれなくて。実は今も防音室の中にいるんだよね。そう。外で待ってるのが嫌みたい。寂しいのか、俺のそばから離れてくれなくてさ。え、うちの子見たいの?写真撮らせてくれるかな?カメラ向けてるってわかると全速力で逃げるんだよ。撮れたとしてもブレブレで何撮ったかわかんないレベルだし。うまく撮れたらみんなにも見せるね。うん。ちょっとやめてって。お願いだからおとなしくしててね。いい子だから。ごめん、急にくすぐってきてやめてくれなくて。こんなの配信したらバンされちゃう。まあ、確かに休んだ分今日は存分にみんなを楽しませたいと思ってたよ。でもこんなエッチく聞こえるような配信にするつもりじゃなかったのに。やだな、いつも健全な配信してるでしょ、俺は。ちょ、いや、耳舐めないで。そう、俺耳弱いんだよね。
舐められるとかはもちろんなんだけど、触られるのも無理。ビクってしちゃう。くすぐったいっていうか、なんか嫌なんだよね。R15 とかギリギリ健全くらいの動画で耳舐めとかしてるじゃん。編集で聞いたりするんだけど、それだけでもゾワゾワしちゃう。ごめん、さっき席外したばっかだけど、ちょっと怒ってくるわ。今のうちにきちんとしつけて、やっていいことと悪いことの区別つけさせないと。ん？あ、そういう動画欲しいの？あ、そうだね。最近そういう系の出してなかったし、検討してみるね。あ、マジで何度もごめん。ミュートにします。邪魔しないでって言ったよね。なのにくすぐってくるわ、耳舐めてくるわ。何がしたいの？かまってほしかった。怒るに決まってるでしょ。配信が終わったら何時間でもかまってあげたってのに、こうして配信中断してる分だけ配信の時間が伸びてくってわかんないの？謝るなら最初からしないで。ったく。配信するの一旦やめる。で、先に思う存分かまってあげる。うん？もちろんまだ怒ってるよ。激怒。だから、ベッドの上から起き上がれなくなるくらい体力を削り取ることにする。手加減なんかするわけないでしょ。また邪魔されたくないし。体力には自信あるから任せて。これは配信を邪魔したお仕置き。邪魔したこと後悔するくらい抱きつぶしてあげるね。